やるだばウトの完成品、合金アクショントイです。やーべえ。<laughs> ちょっと笑っちゃうぐらいかっこいいんだよな。この顔の造形ももうパーフェクトですね。ゴーハこの拳で倒す動画をご覧に皆さんこんにちは、オタまです。今日紹介するのはこれだ スーパーロボット対戦 OG、センチネル、ライオボット、ヤルダバオトだ <laughs> おー全国のガン野郎スパロボをや野郎集結せよというわけでね、早速行きましょういやー、夢みたいです。初登場は、スパロボコンパクト3。僕は対応ゲーム機のワンダースワンを持ってなかったから、まあ、プレイできなかったんだけど、その後、プレイして2で、スパロボ OG ガイデン。OG ガイデンはプレイしたことがあるんで、すごく思い入れがあります。 超強いんだよ。回避能力も高くて、一撃必殺、鬼神剣という独自の戦闘スタイルで戦うというロボットです。いやー、めちゃくちゃ楽しみにしてましたね。本体の大きさは18センチで、この特徴的な頭髪、これを含めると約23センチという、このボリュームがいいパッケージの背面。5波、鬼神剣。いやー、すげー。開あっけーろ。け じゃーん大きなブリスターですね。説明書。後ろにはおなじみのディスプレイスタンドがあります。うわーすげえ。頭髪のボリュームすごいね。全体の3分の1以上は占めてるかな。それから本体にスタンドの一部。あとは一部、交換式のパーツとかが入ってますね。非常にシンプルな構成。 おー。梱包が丁寧ですね。ちょっと見ていこうよ。頭髪の部分。うわ、すげえ綺麗あ、パールになってて、グラデーションかかってる。でっかいパーツなんだけど、軽い。空洞になってる。色とかすげえいいなぁ。それから、本体。あ、厳重に。あの、プチプチとかがね。 ああ、関節の周りについてますね。すげえあ、そこそこ重力感あるし、このメタリックの塗装めちゃくちゃ綺麗だなやっぱね、センチネルは塗りがすごく綺麗なんだよね。わー、クリアーパーツも使われてるし、わー、高級感がすごくある。というわけでね、じっくり見ていこうじゃーんまず本体ねやべえ <laughs> まずこのプロポーションなんだけど、本当にあの設定画やあのカットインで見せるあのリアルタイプなあれのまんまです。で、手で持つと合金が使用されててね、ずしっとしています。ですごい高級感がありますね。筋骨隆々なボディに鮮やかなメタリックカラーのアーマー。それから大きさなんだけど、この角を含まないここで18センチですね。だからこの後髪の毛などを取り付けると23センチというね。 ボリュームがあります。あとは全身かなりトゲトゲしてますね。触るともう突起突ンな感じで指がチクチクします。後ろ。それから髪の毛なんだけども、えー、可動ギミックがあって上。それから下。このようにね、表情をつけることができるようになっています。で、中が結構空洞が多いので軽いんですね。パール塗装になっててグラデーションが効いています。で、これが左右あって イデオハリュウゴーハキシンケンなどの、あの、カトイの時にね、シャコーンってこう腕が稼働するんだけども、これのみ差し替えですね。右腕。髪の毛は頭部ではなくて、この肩のところ。ここに取り付けます。LR の刻印があります。結構渋みがありますね。取り付ける時結構硬いんで気をつけてください。取り付けました <laughs> やーべえ <laughs> <laughs> ちょっと笑っちゃうぐらいかっこいいんだよなでこれだけボリュームがあるんだけど、まあ、さっきお見せしたようにかなり軽いんで全くその重心がね後ろに行かないようになっています安定感抜群この立体物のいいところってあ後ろこうなってんだなとか自分のアングルで好きなところ見れるところがいいよね全身フルアクションなんだけどやべえもうこれもうこのままでも十分じゃねっていうぐらいかっこいいです早速近くでじっくり見ていきましょうまずは頭部 額体にクリアーパーツが使用されています。この顔の造形ももうパーフェクトですね。ゴールドの角が7本。全体のホワイトは光沢。赤の部分はメタリックになっているという感じですね。目の部分はスカイブルー。前作の SRX の時にもあったギミックなんだけど、ブラックライト照射ギミックっていうのがあって、後で全体をお見せします。このブルーのところですね。見えるでしょうか目とこの宝玉の部分が発光しているのがわかるかと思います。 やーべー、超かっこいい。この発酵ギミック、このブラックライトによる照射はすごく好きなんだよね。長時間の電池放置で液漏れの心配とかもないし、綺麗に発光するから、僕はすごく好きです。後でね、全体もお見せします。ツヤツヤのパールにメタリックにクリアーパーツ。それから上半身こんな感じですね。この張り出した肩アーマーもかっこいい。 要所要所で墨入れも施されてるんだけど、これもまた綺麗な仕上げですね。はみ出しとかも一切ない感じ。お腹部分にはトゲがあります。もう本当にこれは設定に忠実という感じで、特菌特菌です。触るところがね、あの、どこを持てばいいんだっていうぐらい、本当にチクチクします。抜かりないですね。このゴールドの装飾の中の塗り分けとか。いや、もう本当にただただ感動しますね。 ワンポイントとなるこのアクセントのスカイブルーとかの塗り分けも超綺麗ですね。ここら辺の赤。あの、うっすらピンクになっているところもブラックライトで発光します。指はフル稼働になっています。細かい表情をつけられるところがいいですね。足。足も立体感があっていいですね。大きな爪。足の裏。後ろから見ると、このようになっています。 スパラボをプレイしたことがない人から見てもね、これはなんか覇気迫るオーラを感じるんじゃないかなと思います。純粋にかっこいいよね。さあ、ここから可動を紹介します。各部めちゃくちゃ硬いです。あとはいじるときね、ちょっと破損が怖いんで、ゆっくりちょっと動かそうと思います。まずは頭部と首に多重関節があって、前方に引き出すことができます。前に、後ろに。で、こうちょっと下を向けることもできます。 で、横を向けるときもね、首の付け根をこう出せば干渉せずに動くことができるわけです。肩の付け根はボールジョイント。いじるときにくれぐれも頭と干渉しないように気をつけたいところです。細かくよく動きますね。肩アーマーは独立して可動腕。しっかり上に上げることができます。ここの部分でロール。 あとはロール軸、ここにもあります。肘は二重関節。かなり渋みがあります。ここまでかな。手首。付け根がボールジョイント可動で、右手は差し替えのため取り外すことができます。ちょっと指だけ、あの、見ていかないめっちゃ細かく動くんだよね。 ここの付け根にボールジョイントがあって、軸部分は全部、あの、ごめんね、軸が打たれてるという感じですね。軸移動のところは軸が打たれてて、親指、ここも可動します。それから全ての指がね、このように可動します。付け根はボールジョイントになっています。他は軸ですね。結構指の、あの、ヤルダバオトって指の表情が豊かなんだよね。グワッと開いたりとか、 特徴的な人差し指と中指をこう丸める。なんていうのかなこう、竜の、竜の頭みたいなね。こういう表情もつけることができます。握った状態も自然だね。やっぱここに軸があるんで、自然な拳になります。今度はボディですね。ここのところにクリック関節があって、このように稼働します。それからお腹のところにロール軸。 ここはかなり硬いんだけども、左右にこんな感じで傾けることができます。それから足回り。これいじるときは絶対にフロントスカート、それからリアスカート。これがこう広がるんで、まずここでクリアランスを作ってから、とにもかくにもいろいろ動かすって,っていうのが大事です。 フロントスカート。こう前に出すときも引き出さないとガリッといっちゃうんで要注意ですね。これは分からないとき、あの、痛めちゃうんで本当に気をつけた方がいいです。後ろは固定かなうん。引き出しだけ。ここは軸になってて、まずこう前後に稼働します。後ろに傾けてさらに、ここにクリックがあって、足を大きく上げるときとか邪魔しない角度までね、クリアランス作ってくれます。横。 これも、ね、干渉に気をつけながら大きく開くしロールもあるしもちろん前方にも稼働しますこんな感じですね動かそうと思えば本当に干渉するものがなくなるんで自由度は高い膝もかなり渋みがありますねこう連動して二重関節でグッと奥まで深く曲がるという感じですねちょっともう一回やってみようか こんな感じですここの連動ギミックが気持ちいいですね。最後は足首。ここも複雑な構造になっています。ちょっと見てみようか。付け根。それから間にクランク軸があって、さらに下側にも可動軸があるという感じです。これらを組み合わせて、こういろいろと動かせるわけですね。左右はもちろんだし、こう足を伸ばしたとき。 結構ねヤルダバオとは蹴り技とかもあるんで、うん、ここの細かく表情をつけられるところはいいですねさらに爪もこのように稼働しますちょっと見落としあるかもしれないけど本体の稼働はそんなところかなとにかく気をつけてほしいのはかあのクリアランスに気をつけながら 硬いところもあるんで、ゆっくり動かすという感じになります。あとね、一番大事なのは、これね、BGM を口ずさむってうところだな。で、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 で。これがめちゃくちゃかっこよくてさ、<laughs> 頭の中でずっとループしてますね。あ、それからね、髪の毛の部分ですね。ここ、クリック稼働があります。こんな感じですね。で、さっきの接続したところに軸がある。それから髪の毛をつけると、 可動範囲が、頭部の可動範囲が狭まるんですね。どうしても干渉しちゃう部分が出てきます。なので、このビスを外すと、これが取れるんですね。取ると見栄えも変わるんで、ちょっと見ておきましょうか。ビフォー。外すと、こんな感じですね。だいぶ外観もスッキリします。で、これによりさらに干渉するものがなくなるんで、まあ、より大きく頭部を動かせるというわけです。 各部を動かしてアクションこのヤルダバウトはただゆっくりこっちに向かって歩いてるこの姿だけでかっこいいんだよなこの拳でお前を倒す大きく動かすとこんな感じ鬼神操縦劇はあ。いやポーズつけると迫力段違いだな龍の顔頭みたいに指先の表情をつけられるところがいいですね 各部の関節ががっちりしてるだけあって、設置性も大変良好です。さあ次でーい見て、この片足でちゃんと立ってるんだよね。この蹴りのポーズ。そこはやっぱり関節の硬さっていうところも影響してるかなと思いますね。絶妙なバランスです。ヤルダバウトは蹴り技もかっこいいんだよね。ヤルダバウトの必殺技は、ゴーハ。 奇神剣と言うんだけども、ゆっくりこの両腕で円を描きながら構える。それがすごいかっこいいんだよね。いでオハリウこの手首パーツを差し替えのやつと交換します。形的には手首が内側にこう折れ曲がって、ここから竜が出てくるんですね。これに差し替えることができると。結構印象的なところなんだけど、それをね、ちゃんと再現できるわけです。 ゴーハ鬼神剣ブラックライトを照射するとこんな感じですね。各部の宝玉のところなどが光ってるのがわかるかと思います。これめっちゃ綺麗ちょっとブラックライトを照射させつつ、どんな感じの商品だったかっていうのを改めて振り返りたいんだけど、あの、稼働に関してはね、申し分なしで本当によく動く。ただし、全体がかなり特禁特禁なデザインっていうのもある。プラス、この全塗装。 これでね、ちょっとた塗装のハゲが怖くて、で、関節の渋みもかなりあるんで、ちょっといじるのがあ怖いというかね。まあ、ゆっくり動かすという感じでした。ただ、この全体の仕上がりは本当に惚れ惚れします。とにかく塗装が綺麗で、造形も素晴らしいです。劇中ともうほぼ同様なアクションも取らせることができるし、あとはこの大きさね。 この髪の毛を含めた全体のボリューム的には、えっと、23センチって言ってたけど、この後ろの頭髪含めると25センチぐらいあるんじゃないかなと。とにかく圧倒されます。自分は立体物で持ってたのは、キ屋のプラキットだったんだけど、あれはあれですごく良かったけど、やっぱりすごいわ。これもう段違い、段違いというかね、うん、まあ何と比べるでなくね、本当にこの完成品としてのクオリティが、とにかく高かったです。 満足感が半端ないです。さあ、そしたら最後は大きさ比較ですね。そう、ご覧いただいた通り、かなりボリュームがあるんです。この大きさがいいよね。一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回のスパロボ o G、センチネル、ライオボット、ヤルドバウトのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。触った感想に関してはさっきお伝えした通りです。いやもう本当に素晴らしいです。自分が思っていた以上に良かった、センチネル。改めてヤルドバウトを出してくれてどうもありがとう。 で、絶対ね、これ触った人、あ,あと、これ好きな人は思うと思うんだけど、進化と言って、劇中で、まあ、さらにね、パワーアップするんだけど、この進化バージョン欲しいですね。センチネルさん、どうか、どうか、何とぞ、進化やるダバート出してください。さあ、今後、コンパチブルカイザーや、あとは大前ーも試作が発表されて、今後もますます目が離せないですね。 あ,あとはオンライン限定でビレフォールという青い機体、フェルナンドが乗る機体なんだけど、そっちの方もね、僕は予約してるんで、いや、届いたらまたレビューしたいなと思います。いやー、本当にこれ買ってよかったです。大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、あつい高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、ては、この機体、スパロボとか全然やったことなくて知らなかったけど、めっちゃかっこいいね、とか。 ああ、またわ、ヤルダバートのこれ本当に決定版だよな、とか。ああ、僕はこのフォーマットでソウルゲイン欲しいな、とかね。ああ、僕は大ラ王が欲しいとか。発売予定のコンパチブルカイザー楽しみだね、とか。などなど、どんなことでも結構です。あとはね、ゲームの感想とか。OG の続編を、どこだ、どうか出してくれ、とかね。<laughs> などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。 それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。<music>